はい、始まりました。今回ははい、矢吹富坂朝越のシチュエーションコミディスカッション。すいません、1日遅れでのアップで申し訳ございません。はい、令和5年の配当令、墨田区公演始まりました回でございます。はい、今これ撮ってるのが、劇場です。劇場です劇場じゃないけど会場です。会場、墨田リバーサイドホールミニシアター終演後よりお送りしております。30分前に終わりましたね、大体。さて、墨田区会場始まりましたけど、どうですか、じゃあ朝越し。まあまあ、杉並でやったじゃないですか、はい、ザ・高円寺で。まあ、それやって、はい、それやった後って撮ってないよね、確か。撮ってないよね。それの直前が前回で。そうか。で、まあ、会場がもう、客席数が4分の1ぐらい。一番大きいとこから一番ちっちゃいとこになりましたね。200から50になった。ったよね。で、お客さんとの距離が激近というのもあって。激近になりましたね。で、まあ、その距離感とかは正直ね、ちょっと入ってみないとって部分もあったわけじゃない。何せ乗り打ちだからね。そうなんですよ。なんで、なんかね、でその感じとかがアガリスク黎明期の感じをちょっと思い出す部分はなくはない、ね、この劇場じゃないところでやるとか、すごくわかります。この客席の後方に荷物をまとめておくとかそれあんまり言わない方がいいんだけど、まあいいや。いやでも確かにそのアガリスク黎明期は多分これも朝越しかわかんないだろうけど、うん、そのすごいわかってて、うん、この特に見に来ていただいた方とか、あとこれから見に来る方もなんとなくそうなんだなと思っていただければなんですけど、この墨田リバーサイドホールミニシアターっていうのが、あの演じるスペースはあるものの、基本的にはちょっとした映画館なんですよ。50席ぐらいのちっちゃい映画館で、まあ椅子はふかふかだし、公共施設の中の片隅にあるし、あの全体的には狭いみたいな感じとか、まあでも綺麗だけどね、はい、すごく椅子はこんなにいい椅子なかなかないぐらいなんですけど、っていうそこら辺の条件がものすごくアガリスクが千葉の浦安でやってたウェーブ101、ね、ウェーブ101小ホールにすっごい似てるんですよ。あの新浦安駅の駅ビルの一番上の階、そうですね、ピアノの発表会とかやるとこね、乗り打ちでさ、その劇場入った日に公演するとか、うん、場所ないとか、出はけが数十センチしかないとか、ね、体が横にしてると出れないとかね、とかがすごいなんか、ああこのワイルドな環境はなんか千葉時代だなっていう感じがしますよね。うん、まあこれ千葉時代からでも成長を逆に一度と自分は実感してます。あ、なるほどね。なのに、あ、なんかそれでもできてるって思って。できてなかったね。前はできてなかった。それでできてなかったの。それに全てのリソースを奪われてできてなかったんだけど。なんか今はだからちょっとそれが、だし、なんだろう、懐かしさもあるけど、でもまあ、あの演目としてやっぱり楽しい。そうですね、で環境がとても演目に合っているそうそう、だしその杉並の時よりやっぱりお客さんの反応がダイレクトにもう見えちゃうから、うん、そうですね、そう自分の発言が伝わったのか伝わってないのか、誰の発言が今、支持を得ているのかとかがリアルタイムで分かるから、よりその前は投票によって初めて分かるけど、うん、でもなんかその感覚はなんだろうな、まあ、杉並は杉並で舞台っぽくて、ね、それは良かったんだけど、じゃないなんか別の同じ演目だけど別の種目みたいな感覚がちょっとあるかなと思いますね。はい、うん、ジャムさんは。あとはまあその杉並になかったね、あのエピローグ等々がつきまして、ね、まあ結局ね、開票されるまでどっちになるかわかん、役者もどう、ね、どうなんのって思いながら見てるわけで、ドキドキしますね。いやー、さっきの回の一票差は震えましたね。一票差震えましたね。はい、こう本当に。まあ、賛成何票、反対何票、こうなりましたっていうことを言われるんですけど、投票したものを集計して、前田さんが即持ってきて、読み上げて、お客さんも出演者もどっちパターンに行くかをその瞬間に知るので、さっきだけ23対24かな。で、反対多数になりましたね。23って言われたときに、どっちか分かんなくて、そう、だいたい今までって27と19とかで、50席だってことが分かってるから、過半数超えてるから、賛成いくつの時点で大体わかるじゃん。そう。23、ま、うん、うん、ってなって。本当に、えって思ったら、反対なんかいってなったもんね、ちょっと。あの、逆に、おーっていうのを実感できたのはありがたかったけど。そうね。あの、杉並区の初日もそうでしたね。60対61で反対だったんですけど、これそれはやっぱロビー掲示なんで、うん、そうね、舞台上で我々はそれ聞く必要はなかったからね。だから集計してる、俺はその、あの、杉並では集計加わったんだけど、うん、集計してる我々が一番多分楽しいみたいな。そうだね。
おお。でお客さんもロビーに出て知るし、だって役者陣はお客さんが知ってる瞬間を見れないから。そうなんだね、いやでもさっきのなんか舞台上で普通に震えてしまったのおおっていう。まあ、これがあると飽きなくていいですね。ないと飽きるみたいな言い方やめて、まあ飽きるけど。でもそう、毎日だからそう、大体さ、エピローグの一発目に動くの俺じゃないですか。まあまあね。俺が動くかどうかみたいなのあるのさ、うん、そっか、反対、違う、ん？賛成は俺が動かなきゃ、立ち上がるんですよ。ああ、で、反対は俺がに一発目のリアクションだから、そのギリギリのどっちに行くのどっちに行くのってで、しかも自分が反対と賛成によってのさ、そのもらっての状態の変化があるじゃん、うん、だからなかなかないヒヤヒヤそうあでもこれは楽しい、ね、面白いですね。隅田に行ってから賛成反対反対ってきてる感じですかね。そうですね、今後あとだからでも今のところ杉並と隅田合わせて6ステージで3対3です。3対3でね、いや盛り上がってきたね、拮抗してきてます ね、 すごいね。あと隅田が明日の2回と23日の2回と豊島が3ステです。はい、だから5回だから絶対にどっちかが多くはなるね。そう、まあ、もっと語るかもしれないけど豊島、うん、でもまあなんか作ってる方としてはこうばらけてくれるってことはやっぱなんか構造が良かったと思えるから、ね、まあ、結果がちゃんとそうなってるのは、うん、このバランス調整特にやってないんだけどね。まあまあだから意図して、まあ別に偏らせようと思ってるわけじゃないじゃん。意図して別にそこのバランスをこうしようと思ってるわけじゃないけど、調整はしてないけど、でもそうなってる。ラッキー、うん、結果としてなんだろう、ちゃんとそのテーマ、うん、内弦を作った時を思い出したよね。内弦の2012年をやった時に小屋入るまで時計合わなかったじゃないですか。ああ、だけど別の問題だけどね。違うけど。なんかなぜか奇跡的に合うっていう。なんか本番あったみたいな。それまで違うよ。だってこれは別に合わなくてもいいじゃん別に。まあまあ、時計まで合わなきゃいけなかったんだよ。そうそう。単にできてなかったわけ。すあれはもう。いやでもなんかその芝居の中身もね、ちょこちょこやっぱ変わりますね。まあ距離によってやっぱすごい変わるよ、うん、それは。うん。このなんかさ、ちょっとずつ大きくなってくるならわかるんだけど、なんか一番大きくなったりちっちゃくなったりみたいな。で次またちょっと大きいじゃん。ちょっと大きい。うん、だ200席、50席、100席ぐらい、うん、だいたいそのぐらい。ね、クルーは。あと、そのね、お客さんの量もそうなんだけど、その単純に作りとして声の響きが全然違うから。それなんですよね、そう一番がね。あと、やっぱね、左右との距離。うん、プレイヤー同士のとかも ね、 あるからね、舞台の構造上の中の違いもあるし、俺地味に、まあ、今度こんな細かな話する必要ない気がするけど、隅田と豊島 の、 この開き方の違いが正直しかも隅田の前日に豊島で稽古したじゃん。あれが欲しい、ね、あれよくないよあれ。本当にだって逃げる景色全部違うんだもん。全然、ね、じゃあ豊島区バージョンではこういう動線でここに気をつけてやりましょう。あ、ちなみに明日は忘れてねっていう。あのダメ出し知るかと思って意味わかんない。明日はこれをやらないけど次の豊島に入った時はこうしてねっていうオーダー無理ですっていう。いやであれですね、せっかく今そうね、終演後で残っている役者さんがいるので、ぜひ話を聞ければと思うんですけれども。お一人ずつ。じゃあ、伊藤さん。はい。はいって。こんばんは。いいですか？はい。どうも、伊藤啓太です。どうも。どうですか、伊藤さん、やってみて感想としては。やっぱね、めちゃくちゃ楽しいですね。これまああんまネタバレしちゃあれだから。いや、いいっすよ、もう。いいですか？だってこんだけやってるしも。あ、いっか。まあ、僕が、何の脈絡もなく結構出てくるんですよね。そして結構何の脈絡も出てなく出てこないですか？僕、なんで、入って、そう、スタートが、自分の主張を始めるところがさ、何の脈絡もなく、キャラに聞こえちゃうんだけど。最初はね、そう。最初はちゃんと出てくるんだけど。そうそう。で、受けてもらえるのかなと思うんですけど、結構僕がそのね、まあ、ある商品を売り込むんですけど、結構キラキラした目で僕のことを見てくれて、伊藤さんのモノボケターンが。モノボケ、そう、やってることはモノボケなんですけど、みんなキラキラした目で僕のことを見てくれるんで、伊藤さん見てるじゃないですか。相手見てるのか。そう、伊藤さんは別にキラキラしてる。いやもうだとしたらこれみんな買ってくれるんじゃないかなと思って。うん、だからそういう楽しさがすごいありますね。なんか違いとか感じました、杉並と隅田で。どんな感想を抱きました。そうですね。
ま、なんかやっぱりあのザ・高円寺ってすごいいい劇場でやってて、あのすごい楽しかったんで、そこからなんかこう席数がちっちゃくなったりして、あ、まあ、ちょっとテンションが下がったりするんじゃないかなと思ったんですけど、全然そんなことはなくて、なんか人数少なくても全然楽しんでくれてる感じがよくわかるし、顔がそれこそよく見えるから、あの距離もそうさることながら、うん、その照明があれなんですよね、客席と舞台が分かれてない感じがしますよね、うん、そうね、なので、うん、役者側からもお客さんの反応が、どのぐらい3列目ぐらいまでは全部見える、全部全部もう完全に全部見える、全然見える、でしかも席までどうしてるのか分かる、そう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 、でしかも客席を向いて喋ってるから、はい、本当にもうなんか対話じゃないですけど、全部分かっちゃうっていう、本当にでもそれであの楽しんでいただいてる感じはとても伝わるので。ありがたいですね、楽しい。伊藤さん、ちなみに賛成エンドと反対エンドどっちが好きですか？僕はね、賛成エンドの方が好きかもしれないですね。あれで、そうそうそう、あれでって言われる、なんか、でも確かにそうね、多分みんながっかりすると思いますね、瀬戸がそこまで好きだった人は。かなり印象変わりますよね。いや、かなり印象変わります、いや、本当に印象変わるの伊藤さんかもしれないですね。あちゃーっていう感じだと思うんで、確かにだ、ぜひこれもちょっと楽しみに見に来ていただきたいなって思いますね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、瀬戸役の伊藤さんでした。どうでした、どうも。じゃあ鹿島さん、お願いします。どうも、鹿島です。月山涼子役の鹿島さんです。はい、お願いします。どうですか、やってて、感想としては。やってて、まあ、やっぱ楽しいですね、なんか。どこら辺がなんかに楽しみを、やっぱなんか日頃こんな舞台、あ、お客さんに向かって喋るってないじゃない、その、うん、で普通に演劇で向かって喋る演劇だとしても、そこにいる人として喋んないから、うん、なんかスラ切るのともまた違うよね。そう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 、なんか本当に交流してる感じが楽しい、うん、客席と、うん、自分の言ってるのを聞いてくれてんなみたいなのを見ながら喋るのが面白い。あれってさ、あの、うん、鹿島さんの中でさ、あの今この中でそんなにと思った方、おそらく男性だけではないでしょうかの時って、うん、あのお客さんの反応多分見えると思うけど、あの時ってどんな感じなの？あるリアクションって。ある。まあみんながみんなじゃないけど、やっぱなんかそのうんうんとかもそこまではないけど、でもなんかああ。みたいな、なんかちょっと女性のリアクションあるん、うん、あるあるある、やっぱり、うん、あ、なんかね、なんかわかんないけど言ってくれたじゃないけど、うんうんうん、なるほどそういう論点かみたいなのがわかるよ、うんうんうん、あるある、うん、ね、ということは大して住みたんと変わんないんだよ。そう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 、そうなんだよね。だから割と弱い人か女性かの違いだけでさ、うん、いやそれ言った言った嫌われてる。そうなんだよ。あ、でもじゃあ最初に住谷がその抑止力とか言ってるところは私はうんうんってなってる、うん、同じ主張だから、うん、ただ刀に対する考えには本当に理解できない。そういうそこじゃねえんだみたいな。魂とか言うからよくない。そう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 。カシマさん、ちなみに賛成エンドと反対エンドどっちの方がいいですか？ああ、月山的にってこと？うん、ああ、はいはいはい。どっちの月山？どっちの月山がやってて、月山がやってて。はいはいはい。まあ賛成かな、やっぱり。うん。なんか違う面が出てくるっていうのもあるし。だいぶ印象変わるよね、多分あれで。だいぶ印象変わる。だから反対の方はそのまま行く感じじゃない？うん。まあ基本はそうね。うん、そうね。まあただちょっと神林との交流でちょっとまあ、うん、変化はあるんだけど、やっぱ賛成の方がだいぶキャラとしてはやっぱ全然違うのが見えるから、うん、まあ確かに新情報も出てくるしね。そう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 。まあやっぱり、ま、負け、うん、だから基本そう、自分の思ってる方にならなかった人たちの方が新しい、ね、そう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 、面を見せる、まあ負けるから形になるから。だからどっかだって誰か言ったけど、その役としてはこっちだけど、うん、はいはいはい、役者のエゴとしては負けた方がいいみたいなあるのよ、やっぱり、うん、そう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 、その方がその役の深みというか別の面がやっぱ出てくるから、神林とか住谷とかはまあ特にそうだよね。そう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 。正直負け、自分の主張と違うエンディングを迎えた方が、うん、なんかキャラとしては愛せるようになる感じ。そうそうそう、まあ、あのシンプル言うと美味しいよ。そう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 、負けヒロインのが美味しい。そうなんだよ、本当に実はそう。
そんな感じですかね。そんな感じですかね。はい、前田さんちなみに、はい、いかがですか。杉並から隅田になってからの変化と感想とかは。はい、客席との距離が近いので一人一人の顔を見てお話ができるので楽しい。すごい読んでるみたいな。台本があるのかな。まあ。前回もありましたけど、刀ホルダーを探してくれるのが嬉しいです。はいはいはい、ないものを言う。ないのをね、みんながキョロキョロして、あんのかなみたいな。ないよ。確かにね、全席に刀ホルダーつける予算はなかったですよね。ないよと思いながら。でもなんかそこで、あとね、お客さんがすごいうなずいてるところとか、うん、めちゃくちゃ見えるから、今日特に鎖鎌のあたりとか、刀に依存してるところで、はいはいはい、ひろきさんが言ったところで、だから俺たちは刀に助けられてたっていうところらへんとかも、だからか、刀なくなったら鎖鎌活躍できませんよのところで、めちゃくちゃお客さんがうなずいてて、そう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 みたいな。同意笑いだった。なんかね、めちゃくちゃうなずいてる人結構いて、めっちゃおもろい。だよねみたいな受け方を、うんうんうん。そうだよそうだよみたいな。普段ね、笑い声でさ、なんていうの、声でしか認識できないというか。うん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 、そうだから笑ってるか笑ってないかしかないんだけど、うん、その笑ってる様子がここまでわかるってなかなか、うん、ね、ない。今までのもうさ、なんとなくさ、ここで受けてここで受けてないってことは、おそらくお客さんはこういう解釈なんだろうとか、うん、ここがハマってるってここがハマってないとかって傾向はわかるじゃん、うん、何個かの笑いの量、うん、分布によって、そうね、で推測しかないけど、今回は推測というかもう表情一緒に見えるしね、うん、見えるのありますね。だから宮入さんのうちなる話をし始めてるところ、実家の話をしてるところとかで、女の子の話をしてるところとかで、客席見るともう眉毛がハの字になって、もう本当に泣きそうなおっちゃんとかいて、そんなに感情移入してくれてるんだと思って。前田さんはでもなんかあれでしょ、その杉並と隅田の間に、はい、なんかいろいろ個人的に、あ、そう、実家に、実家に帰って、はい、知り合いと交流したりとかして、なんかその辺変わったって言ってた、ね、実家帰って親友と会って、親友の子供たちとも触れ合って、その本当高校生の時からずっと親友だったんで、まあ、付き合い長いという意味で、その子たちがそれに至るまでの経緯を全部知ってるから、うん、子供が生まれる前から大変だったこともいろいろ、その人たちが悲しんだら多分私もめちゃくちゃ悲しいんだろうなとか、そういうのがリアルにあって、しかも結婚式に行ったから、その後もしその子たちの子供がこういうことになってたらとか考えると、もう涙が止まらなくなってしまって、これは抑えなきゃなと思いながら頑張ってますけど日々。なるほど、だからすごくリアルになりました、はいはいはい、鮮明になりました、想像だったのが。あと賛成エンドと反対エンドと、前田さん的にはどっちが。私もやっぱり反対かな。ああ、なるほどね。まあそうですね、神林さんとのお話が最後あるし、幻の、そう、幻クライマックスがそうそう反対エンドにギュッてなってますから、実は、高円寺の1週間前ぐらいまでにはあったのかな、そう、ね、幻のエンドが、そう、ギュッとしたのが反対エンドにしか、まあ、ないんですけど、それが実はちょっと吐露されるシーンがあるので、実はこんなあの時こんなこと考えてたんですよねっていうね、そう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 、あそこはいいかなと思ってますね。まあ、賛成も好きですけどね、住谷さんのね、弱い部分が見えて、あらまあと思いますけど。あらまあ。あらまあ、こんな感じになっちゃうのね。さてさて、そんなところで、俳優陣の皆さんありがとうございました。ありがとうございます。で、ちょっとここで、影の立役者でもある、投票の回収と集計をしている人たちの話をちょっと聞きたいなと思います。選挙管理委員会の。選挙管理委員の。選挙管理委員の、たのきゆうたです。はい。佐伯立花です。どうもどうも。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。集計がとても早くなって。いやもう本当すごい。いやいや、お客様がね、投票用紙を折らないで入れてくれると倍ぐらい早くなるっていうことに気づいたから、あとローテがね、すごい、そうそうそう、ローテーションが組まれてるので、今って何分ぐらい照明が、だいたい1分半とか1分40秒ぐらいですか、ね、私は賛成反対もどっちに丸ついてるかじゃなくて感覚でだいたい分かるので、あ、なるほど、やってて、あ、今日はこっちだろうなみたいな選挙管理委員の追い越される時とかあるの、予想に反してこっち追い上げてきたみたいな、あ、あります、あります、少ないなと思ったら、にじめきたとき、ふわーっていう。極
今日の特に22日土曜の夜の回とかはまあヒヤヒヤですよね。ヒヤヒヤでしたね、数えて。ダブルチェックをね、うん、あのね、正直これ正直言っていいのかな、正直差が大きけたらダブルチェックはしないんですけど、今日はマジ一票差だったんで一回書いて前田さんに宮入さんに渡し紙を渡した後に宮入さんがちょっと出てくるまでにちょっとこう深呼吸の一呼吸があるから、その間にガーって数えて大丈夫だって今日は一票数え間違ったら結果変わりますからね、うん、これが的に重大だなと思いながら瞬間ででもあれですね、あの、うん、中継的には隅田が先で良かったですよね。そう、あそうですね、そうか、数的にもね、これが豊島は客席が倍以上になるじゃないですか。まあでもね、うまいこと組んでやりますよ。ありがとうございます。あれがね、短いだけで我々はとても楽なんです。楽です、本当に。こっちの、あの選挙管理委員の人間も増えるので。ああ、なるほど。で結構でも一応その投票時間とあの、ねね、開票時間みたいなのを5分5分でやってたんですよ。やってて、いや大丈夫かなこれ持つかなって思ってたけど、実際の時間がねその3分の1ぐらいにギュッとなってて大体3分2分ぐらいで今のところやってます、ね、うん、マジでって思う。最終は3分で早って逆にこっちの準備が整ってないからたまに油断してるとガチャって言ってもうなってあれみんな待ってる時何してるんですか俳優陣って。待ってる待ってるいやまあまああのちょっと水飲んだりとかはその役としての動きとしてやってたりとかはするけど、うん、基本的には大丈夫かな、どうなるかなっていう雰囲気をでやってるつもりではいますね。私ノートにあの賛成、反対、無って書いてます。ああメモれるように鹿島さんがね、ずっとメモキャラじゃないですか。メモキャラだね。あのいつも何書いてるんですかあれ。なんか気になった気になった。川林の言ったさ、はいはい、なんか全然かなんだっけ、引き船エピローグ、あ引き船ね、メモしてる。引き船は言っていいよ。引き船は引き船だけなら OK、 メモしてる。あの引き船メモはねナイスプレーだと思う。いいよねあれ、うん、あれはナイスプレー。チーム名もメモしてる。チーム名もチーム名もおやって思いながら書いて、どの表記かなみたいな。いやいやいや普通にブラックターコイズ、あなるほどね、赤いホワイト気になる固有名詞はメモ、あと7人とか結構書いてる。普通にだから日本人の魂も書いたりとか、安全な社会とか。あの人はなんであれ書いてる。まあでも基本的にはなんかヒロキのその武器としてさほど価値がないとか、そういうなんていうの、あ有益情報はね、そうそう有益情報もだし、うん、なんか引っかかってこう使えるだから突っ込めるかどうかみたいなので、ちょっと一応ジャーナリストとしてはやっぱそれは、そうそうそういうメモですね。そう、そういうのはスマートとかも書いてる、聞きながらやるよ。高円寺の時は私の席だけ一つ空いてあって、うん、あと離れてたんでそこまで分からなかったけれど、うん、今隣にいるからこんなにメモってるんだって。私もメモってるんですけど、まあ、司会としてあこの後この話とかって思って、一緒のタイミングもあるし、えここでっていうところブラックターコイズとかブラックターコイズメモってるよとか選ってみてちょっと面白くなるって感じで、ここいるかなそんなとこメモってんだっていう。そう、いやでも結構ねみんないろいろやってるから、うん、面白い。だしあのなんだろう、次の違ってそれも見えるんですよ。そうね、この会場、ね、お客さんのことが見えてる以上にこっちがね、そうそうそう見えてるわけだから、あのなんのハの字も深いというか、うん、この前はほぼ真横だったから横向かないで見えないけど、もう基本的に目に入るから、あここでこいつこれやってんだみたいなのもは、うん、なんかいろいろそれによっての変化もあるしね、うん、なんかこれやってたからこれでかぶせようとかね、なんかあと私あの最初にさ置いてる紙に反対賛成の人の名前の横に全部書いてある。ああ、なるほどね。こいつはどっちか、どっち顔なのか。私は全部自分の記憶に頼るっていう。そうそうそう。記憶に圧倒的な自信を勝手に持ってるっていう。そう、だから逆にだからメモするのが嫌だったからです。あそこちゃんあれ何読んでるの？え、あれ、ね、ああ、舞台で読んでるんです、うん、ね、海音寺長五郎の、うん、悪人列伝の3巻ね。あのいや、あの名著ですよ。あの海音寺長五郎って、それこそ時代小説が嫌いで歴史小説の史伝とかをちゃんと書くべきだっていう。
人の、ちょうどそれこそ中世ぐらいの、じゃあパイセンの本を読んでるんだ。あ、だからあの勝手に海音寺長五郎に憧れて小説家になったっていうのを勝手に考えました。で時代小説家と言われるのは許せないのは、海音寺長五郎が池波正太郎がすごい嫌いで、そう、海音寺長五郎すごい池波正太郎が嫌いだったんですよ。であんなものに直木賞をやるから直木賞の価値が落ちたって、直木賞はいらんって言ったぐらいの人なんですけど、っていう取ってるの？直木賞を取ってるけど、池波正太郎も取った時に大反対したっていう。確かにそれでなんか揉めたみたいな話を聞いたことある。そう、時代小説じゃなくて歴史小説だ。そうそうそう、だからそうこだわりが持つわけだ。そうそうっていうのを勝手になんかやって通う。まあちょっとな、ちょっとなんだろう寄せすぎてっかなと思ったけど。いや知らん。誰も分からない。いや気になってた。だから絶対にそんな、あのなんだろう、何回読んでるじゃん絶対。ああ100回読んでる本をここに持ってくるかなと思いつつ、まあでもまあなんかちょうどサイズも良かった。まあいっそあれだよね、自分のスタンスを表明するためにも持ってくるっていうのもあるかもしれない。まあね、ただまあなんだろうな、シンポジウムの会場で本読んでんじゃねえよと思い、まあそう、ちょうどうちにあ、まあ俺も好きだしね、なんかちょうどいいかなと思って。なるほどね、はい、確かにそういうなんかちょっとしたね、実はこんなことやってます情報とかもあるっちゃあるかもしれないけど、まあ、それは主演後にでもポロポロいろんなところに出てくるでしょう。それはですね、もし DVD カットがしたときにですね、そうですね、オーディオコメンタリーというものがございまして、それにですね収録される裏話とかがありますので、皆さん何オーサリングはしますのでそこではい、そんな感じですかね。ですかね。はい、そんな形でですね、富永、はい、賛成エンドと反対エンドどっちが好き？書いた人でいいのかねっていう話になっちゃうけどね。確かに。まあでも中立の立場である。いやいやだって、だいやそこまで聞いてんだから。でも反対かな。おお。いやまあところどころな賛成の、まあ、もちろんそうです。賛成のこいつしょうもなくていいとかはあるんだけど、杉並で入れなかった、さっき前田さんの時に言ったさ、杉並のクライマックスやっぱやめたって言って10日前ぐらいにやめた展開をがちらっとイフとして、うん、入ってるから、なるほどね、うん、まあ、そのアイディアをちょっと紹介するという意味でも反対かな、うん、そこがてかその間こうなったらこうなるんだよっていうところをお客さんにそのアイディアを言いたいから、からちょっとそれはっていうのはちょっとあるね。でもね、わかんない、基本的に見てる時の心理としては、うん、賛成とか反対が数少ない方に勝ってほしいって思いながら見てる。うん、ああ、なるほどね。なるべく偏んないで両方見てほしい。そうそうそう、まあ、それはそうだよな、うん。っていう気持ちですね、どちらかというと。なるほどね。いやでもそれは本当そうだと思う。なるほど。はい、はい、ではそんな形でですね、まあ今日22日のうちにアップできるように頑張るので、4月23日日曜日の墨田区会場と、あと5月の1日2日にまだ豊島区会場が残っております。墨田はもうちょっと完売状態で、1日のステージが完売でしたっけ。1日はねもう完売となっちゃったので、あれ受験も当日券がなるべく出したいと思ってる。必ず1枚2枚はなんかこれを聞いてちょっとまだっていう方はぜひ、まあ、お願いします。まだ若干お席がありますね。まだまだ全然、はい、はい、その他の告知といたしましてお知らせ、電話5年の配当例以外で言うとありますか、なんかなんかあったっけ。あ、コントレックスが、あ、そうですね、お知らせ、上がり率全体としては新宿コントレックスファイナルを5月の27、28にやります。あ、そうか、そうだよ、はい、シアターミラクル閉館前に最後にコントレックスをやろうということで、こちら参加団体募集してます、はい、4月29まで募集しているので、はい、出たいぞという方はぜひメールください。はい、で5月のそのうちにチケットが発売されるかと思います。結構ギリギリです。はい、っていうのがアカリスク的なお知らせ。あとあれか、8月18日から9月4日まで、はい、東方のシアタークリエで社員賞、はい、これこのラジオでは実は喋ってないんですか。そうです ね、 そうね、あ、それの話とかも次とかやってもいいかもしれない。次しようか、それ、うん、何をどこまで喋るかが難しい案件だけど。そうね我々のまたじゃないしねとかそうなんけど、まあっていうのがアカリスク的に9月
の4日まで、はい、シアタークリーでやって、9月に兵庫に行くというのがあって、結構みんながドロドロって出ている。はい、ありがとうございます。あとは富坂も。はい、で、俺は富坂個人の、告知としては、7月のですね、6から9、木金土日で、浅草急激で、コロナ後の新作をやります。予算会議の話をやります。はい、新作なので、タイトル終わったら即書かなきゃなっていう感じですね。はい、お書いてください。はい、っていうそんな形ですかね。はい、はいはい、ではでは、皆様まだ間に合う方は、令和5年の配当令、残りの会場、ご来場お待ちしておりますということで、ゲストの皆様ありがとうございました。ありがとうございました。アガリスクの富坂と、ヤクキと、朝越でした。そして皆さん、関係者のみんなでした。イエーイ、ありがとうございました。